ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会生放送4月のスペシャルドラマ興奮冷めやらず。一番残念でした。もう全員揃ってファンのみんなから送られてきた感想メールを見てるとこよ。愛さん一番最後だよ。愛さん絶対一番乗りだと思ったのに。感想メール愛さんも見る。はいどうぞ愛さん。それにしてもこの前のライブイベント以来みんなどんどん来る時間が早くなっちゃってますね。一番家が遠いはずのしずくさんが私より早く来ていて驚きました。朝に弱いかりんちゃんも最近はずっと早いもんね。それを言うならかなたさんだってそうですよ。あちゃーバレてたか。だって仕方ないよね。あのライブのことを思い出すと今でもなんだか気持ちがそわそわしちゃって部屋でじっとしていられないもん。ほんとあの日のカスミンっては輝きまくっちゃってましたからね。はう皆さん覚えてますか？カスミンがステージに出た時の歓声を。ごめんあんまり覚えてなくて。ちょっと歩夢先輩覚えててくださいよ。だってあの時は緊張して自分のことで頭がいっぱいになっちゃってたから。ステージの上に立つとすごくライトが眩しいでしょ。前が見えなくて足がすくんじゃったんだ。でも目が慣れてきたら見に来てくれたみんなの顔がすごくよく見えて私を見てる顔が笑顔ばっかりだったの。それが嬉しくって勇気が出て頑張って歌えた。それで気がついたら終わっちゃってたよ。私もそんな感じ。こんな私のことみんな受け入れてくれるかなって心配だったけど全然そんなことなかった。みんな楽しそうにしてくれてて私も楽しかった。りなちゃんボードニコニコニッコリン。二人とも可愛いわね。そんな風に不安になることなんてないのよ。これまで私たちのことを応援してきてくれたみんなのことを信じればいいのって言ってる。かりんちゃんだってステージ横では足が震えてたけど。エマ、あれは武者震いよ。私のステージ見たでしょ。そりゃちょっとは緊張しているように見えたかもしれないけど、これまでの練習のことや来てくれたみんなを思ったら不安なんて吹き飛ぶわよ。見られるってやっぱり快感。そういうことにしておこうね、かりんちゃん。もうエマったら。そういうエマこそどうなのよ。私か。私はただただ楽しかったな。スクールアイドル活動ってやっぱり楽しい。ずっとやっていたいって思ってたよ。あとスイスにいる家族に見てもらいたいなって思った。かなたちゃんも次ははるかちゃんにも見てもらいたいな。あとはステージの上で本当にお昼寝ができたらいいな。次のライブの時にはお昼寝タイムを導入しようっと。せっかくのベッドだもんね。そんなのダメですよ、かなたさん。いいじゃん。スクールアイドルは何だってできちゃうのだ。かなたちゃんの使ったベッド、しずくちゃんもライブの小道具として使っていいよ。しずくちゃんの歌、先輩に語りかける感じでしょ？ステージを歩いてさ、教室の椅子に座るみたいにベッドに腰掛けるってのはどう？確かにそれは面白いかも。って、そういうことじゃないです！でも、かなたさんのおっしゃる通り、
私ももっと楽しい演出を考えたいです。私としてはこの前のライブはやりきったという感想だったんですが、そんなことはないって気がつきました。まだまだ改善の余地はありそうですね。愛さんもまだまだやれることたくさんあるなって思った。っていうか、やってみたいことがどんどん出てきたよ。ステージって思った以上にみんなの顔が見えるよね。後ろの方のみんなまで笑顔でさ、愛さん超上がった。だからこれからもっともっともっとみんなで楽しめる曲を歌いたいよ。全員で同じ振り付けしたりコールしたり、やりたいこといっぱい。セツはどう？ちょっと待ってくださいね。どうしたの？いえ、すみません。皆さんの熱い感想を聞いていて胸がいっぱいになってしまって。自分のステージはもちろんものすごく楽しかったです。私の大好きを会場中に叫んで、会場中から大好きを返してもらって本当に震えました。私はこんなステージに憧れていて、それが実現したんだなって感動しました。それが、その感動を味わえたのが皆さんと一緒で本当に良かった。そんなこと言わないでよ。愛さんもらい泣きしちゃうでしょ。ちょっともう、私たちはここからがスタートでしょ。ゴールしたみたいな感動はまだまだ後に取っときなさいよ。かりんちゃんだって目が真っ赤だよ。そういうエマちゃんもね。カスミン的にはみんなライバルですからね。敵情視察ができたって感じですよ。あ、そういえばユニット投票のことで悩んでたみんなにはちゃんと参考になったかな。それはそうですね。かすみさんの言う敵情視察というのはちょっと違いますけど、全員のパフォーマンスを見てもらいましたから、誰と誰が組んだら面白そうかっていうのを考えてもらえる材料になったと思います。相性占いとか共通点探しとかいろいろやったけど、見てもらうのが一番。きっとみんなも投票しやすくなったよね。わかりませんよ。だってあのライブを見た人なら、誰と誰がユニットになっても面白そうって思ってしまうはずですから。余計混乱させちゃってるかもね。ああ、どんなユニットになるか楽しみ。早くユニット投票の結果出ないかな。